秋元市長の札幌スマイルニュース。札幌市長の秋元克弘です。いよいよ9月にラグビーワールドカップ2019日本大会が開幕し、札幌ドームでも世界トップレベルの試合が行われます。開幕に向けて札幌駅前通り地下歩行空間などでは日本代表戦のパブリックビューイングが行われます。みんなで一緒に応援してラグビーワールドカップ開幕に向けて盛り上がっていきましょう。